今回トーナメントに出場するにあたって自分自身で優勝する自信って全部どういうやつか。そうですね、まあ、自信はなんていうんですかね、自信っていうのはそんななかったですけど、やっぱり優勝するって思ってないと、やっぱり思ってることじゃないと実行できないと思って、絶対に優勝するんだっていう気持ちだけはすごい思ってますので。挑戦してみたいなというふうに思いますでしょうか。今が思って全然いなくて、やっぱり挑戦してのことだけ考えてきたんで、ここからまた再スタートしたんですけど、ありがとうございます。おめでとうございます。DeepJ での出場者決定戦を制してですね、はい、まあ、自分からそのトーナメントに出れるという保証もない中、本当にもう下克上的な、はい、勝ち方で今日一番のどよめきが会場でも起こったと思うんですけど、最期代表に一言いただけますか。正直やっぱり石岡さんとの試合もやりづらい部分もあったし、なんですかね、でも本当にマッチメイクがあったからこそ自分は上がってこれたし、石岡さんにも頑張ろうと思ったので、そういう部分では最終的にも感謝してます。試合後にレイナ選手への感謝の気持ちを、ね、まあ、おっしゃってましたけれども、まあ、やっぱりこのライジンでその女子格のこうムーブメントを作るんだみたいな流れを正倉選手、まあ、他の選手も含めてですね、みんなでこう作ってきたっていうなんかチーフはありますか。やっぱレイナさんでこそだと思ってるんで、その中で自分も出れて、そこからまたこう女子格闘技が広がればいいなとは思います。今メッセージがあったところです。もう一回改めて佐伯代表に一言です。いや、そうですね、まあ、佐伯さん自身もやっぱり石岡さんとの試合はいろいろな気持ちがあったと思うんですけど、それでもやっぱりここまで来れたのも佐伯さんが言ってくれたと思うので、ありがとうございます。ありがとうございます。一応おめでとうございます。一応 DBJ の代表として、ね、この11年本当にね、去年40回ね、ここまで来て、彼女の努力だと思いますので、ね、これから来年、もう何年か、来年はまた神田が強くなって走りますんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。他に質問ある方。はい。